どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、皆さんこのいつもガズが使っているガズのわがままウクレレ完全ガイドですね。ですね、この今ね、予約、事前予約注文を受け付けている最中なんでございますけれども、すごい問い合わせが多いんです。コンサートウクレレとソプラノウクレレって何が違うんですかとか、フレットってなんで、7フレットとか15フレット何ですかとか、ピックアップって何ですか。もう、そらそうですよね。ガズレレで、音楽っていうか楽器のことをね、初めて知った方も多いと思いますんで、もうそういう方もいらっしゃるなと思って、今日はね、そういう、ウクレレについてのちょっとご説明をさせていただきたいと思います。そして、まあ今も言ったんですけど、このガズのわがままウクレレ、ちょっとね、納期は先になっちゃうんですけど、今、大好評、予約、事前予約注文を受け付けております。ここにリンク貼っておきますんで、気になる方、そこにもいろんな細かいことも書いてありますんで、もう必見ですよ。そこでも予約できるようになってますんで、行ってみてください。そしてね、このガズのわがままウクレレってね、行ってみたらわかるんですけど、いろいろ選ぶところがあるんですよ。何しますか何しますかいっぱい聞かれる。それがわからないということで今日この動画をアップロードしているんですけど、これから説明していこうと思います。そして、ただいまですね、これ、ガズのわがままウクレレを、予約していただいている方で、事前で予約していただいている方、今も、今日も明日もですね、ベトナムでモジャ君はじめ G ラボチーム、ベトナムのメンバーで、もう毎日愛を込めて制作しておりますので、もう少々お待ちください。優しい目で見守ってくださいませ。はい。そういうことで、説明に入っていきたいと思います。はい。今日は、ガズのわがままウクレレ、完全ガイドということでお送りします。まずですけど、大きさから行きましょう。はい。これ一番大きい、お問い合わせでございまして。まずね、このガズのわがままウクレレでは、ソプラノサイズ。はい。ソプラノサイズ。これすごい、僕いっぱい使ったけど、塗装がピカピカになっちゃったよ。こっちの方がね、最近は新しく使い始めてる。これもピカピカか。こう、使うとね、これね、なんていうのかな。もう勲章なんですよね。この光がね、塗装面がね、とろけてくるっていうか、はい。引けば引くほどこうなります。で、こっちは大きいでしょ。これコンサートサイズというんですよ。こんなに大きさ違う。これ大きい、小さい。はい。で、ガズのわがままウクレレは、この2サイズのご用意がございます。そして、本来だとですね、まだこれよりちっちゃいサイズとか、これよりもっと大きいテナーサイズとかあるんですけど、ガズレレでは今基本のラインをこの2つに置いてます。まず皆さんに選んでいただくのはこの2つのどちらにしますかということでございます。そしてですね、それぞれの特徴を説明していこうと思います。このソプラノサイズのウクレレですけど、ちょっとこれややこしい。こっちにしよう。こっち。フレットが多いからね。普通だからね。はい。これがですね、ソプラノサイズというのが、まあ、いわゆる普通のウクレレ、皆さんが考えてるウクレレのイメージ。だというふうに、まあ私は認識しておって、このコンパクトでちっちゃくて、いわゆるウクレレって可愛いねっていう、まあそのものがこのソプラノウクレレと言うんですけど、こうちっちゃい方をね、これを指していると思います。はい。そしてこれの特徴は、何回も言いますけど、とにかくちっちゃくて、音も、ボディもこんなにコンパクトでしょ。だから、コロッとした、なんというかこう、ほっこり感のある音が特徴でございます。音もね。で、この辺でこう、ポワーっとこういう、こじんまりしたエネルギー。要は、今時の言葉で言うと、こう、ミニマルライフというか、本当なんかこう、樽を知る楽器というかですね。はい。そういうイメージがあるかなと。で、まあ、本当それこそトートバッグとかにサッとこう入れて、ちょっとこれ連れていけるよ、みたいな、そういう、まあ、カジュアル感。はい。このコンパクト感が、と、あと可愛い音色が、これの特徴かと思います。そして、もう一個の方に、このコンサートウクレレは、まあ見てもらうとわかるんですけど、ちょっとボディ大きいですよね。これなんで大きいのかっていうと、一応こういうふうに、言われております。まあ私もそうだと思ってるんですけど、これは昔ですね、マイクとかない技術がね、まだ音響とかない頃に、例えばハワイの島の人たちがね、このちっちゃいウクレレで弾いてるんだけれども、もっとね、たくさんの人がいるところで、例えば10人ぐらいだったらこれでもいいけど、100人とか200人の前で弾くときには、ちょっとこれやっぱり音ちっちゃいじゃんっていうふうなことになったんじゃないかと。そしてですね、どうしたらいいかということで、これ大きくするとですね、音が大きくなるんですよ。要はここから遠くに音が飛んでいくわけですね。音が大きい。これ共鳴する、ここのボディといって、ここに音がこうバーッと振動して、ここからドーンと音が出ていくわけですから、このちっちゃいよりは、この大きい方がもちろん音大きくなるぞということで、これ大きくなって。はい。で、だからアコースティックギター僕も何本持ってますけど、ギターだったらもっと大きいでしょ。だから音量もすごくあるんですよ。ね、ギターに比べたらまだこれもちっちゃいけれども、まあソプラに比べたらもう相当音がでっかいよということで、音がまず大きいというのが特徴になります。はい。そしてですね、当然ながらそういうことになると、比較するとわかるんですけど、このネック、この握るところのネックね、ここの長さもですね、違うんですよ。こっちのは短いんですよね。このバランスをとって、ちょっとこっちも長めになってます。そうするとですね、これよりこっちの方が、こっからここの弦が張ってるところが長いってことになるとですね、
こっちの方がね、コードの響きというか音程はいいんですよね。しっかりした安定した、要は楽器の完成度がこっちのコンサートの方が高いとも言えると思います。あともう一個コンサートの素晴らしいところは、ここの要はフレットの幅がソプラノより当然広くなるからね、ここのネックの長さがこう伸びてるわけだから、そうすると男性で僕指太いんですよという方とかね、こういう風にこう例えば Dm とか押さえるときにちょっとソプラノだと狭いよなという方もいるんですけど、まあこっちの方がまあ物理的に広いんでね、いいかなという風に、押さえやすいかなという風に思うんですけど、例えばですよ、あんまりないですけど、例えばフレーズでであったとしたら、こういう風に指開くときにはここ長ければ長いほど遠くなっちゃうわけだから、そういうまあいいも悪いもありますからね。で例えば今のことを言うと、ソプラノだったらこの指開いても遠くまで行く、遠くまで届くよっていう利点もあったりとか、まあすると思います。そして、ガズはですね、いつもまあガズレレ YouTube チャンネルではこのソプラノをよく使っております。僕ね、どっちがいい悪いじゃないんですけど、私はねソプラノがね好きなんでございまして、なんで好きかというと、僕ねこのねウクレレの一番の魅力はこの小ささだという、すごくそのね思いが強くて、こんなちっちゃいのにそこまでできるのというところに、僕ねものすごくあの自分の中のねこうなんか面白みっていうのを見つけてて、この小さい宇宙でどこまでできるかっていうところのまあ美学がね、まあ私はすごく大好きでございまして、でまあ、あのガズはね普段ギターも弾くんですよ。ギターを弾くときにすごい大きい音にも慣れてるんで、まあガズの場合は、それの対比としてウクレレ、ソプラノウクレレをあのよく使うということなんですけど、そしてもちろんですね、このコンサートウクレレももう弾いたらすぐわかります。音もすごく大きいし、もう音も安定してるし、まあもちろんさっき言ったようにコードね抑えられる、このスペースもいいんですけど、まあただもう一個あのメリットデメリットがあると、ここはですねコンサートウクレレの方が弦がねこっからここが長いから、ちょっとこう弦を抑えるときにこう張りの力が強いっていうんですか、引っ張り合う力が強いんで、ソプラノよりはねちょっとこう張りがある感じなんで、指を押さえるの若干ですけどね、あのしっかり押さえないとなという感じがすると思いますね。なんでもう本当になんちゅうかね選べないっすね。僕もコンサートウクレレもしょっちゅう弾いてるわけですからね、はい、音とかも丸み、まあ、好みっていうのもありますね。なのでこっちの音のイメージはちょっとこうふわっとした、こう優しい音がこう広がりがある。そしてこっちはコロッとした、独特の小さいならではの、響きということでございますので、もうどちらがいいか、そこは悩むのもまた楽しいと思いますので、どちらもおすすめですというふうにしかちょっと言えないのも申し訳ないんですけど、はい、ボディの大きさについて、ソプラノウクレレとコンサートウクレレについては、そういう違いがあります。小さい、大きい。はい、そういうことになっております。はい、じゃあ次、どんどんいきます。はい、それでは次に多い質問のことに、進んでいこうと思います。次はですね、ピックアップって何ですか？ピックアップってついてたらどうなんですかとかいう、この質問多いです。ピックアップっていうのはですね、ちょっと見ていただきたいんですけど、これ見て。これストラップピン。これね、ガズのわがままウクレレってもう買った時からすでにこことここにストラップピンがついてますからね、このピン。こうストラップを引っ掛けられるような。で、これはですね、ここビスになってるじゃないですか。ここビスに。これビスになってるやつはピックアップなしですね。はい。そして片や、こっち見てください。ここに穴が開いてる。ここにですね、コードをブスッと刺して、このアンプとかですね、そういう音響システムにこう送れるっていう、そういうことなんですよ。これね、よく聞かれるのが、ピックアップありとなしで、この音の響きには影響ありますかという質問ですけど、これをですね、これを設計しているモジャともよく確認してますけど、ないです。そういうピックアップを選んでおります。これはですね、こことここにね、センサーピックアップといっても、ほんと薄っぺらいね、板を向こうからこう貼り付けてあって、そのセンサーが、この音の響きを、このボディの木材の、ここの表面の木材の音を、このトップ材って言うんですけども、このトップの木材の響きを拾って感知して、ここからアウトプットするというシステムになっておってですね、響きを止めるようなシステムもないので、ピックアップがついてるのとピックアップついてないのとでは、音の違いは、もう、ないという感じになっておりますのでご安心ください。そしてピックアップについての必要性なんですけれども、そういう意味で言ったら、音はそんな遜色変わりないので、あっても困らないです。で、なくて困ることで言えば、例えば、
大会場でライブをやるという時に、こういうのがブスッとさせると便利だなということもあったり、あとはね、これからちょっとデモ演奏しようと思うんですけれども、アンプにつないでいろんな音で遊べるという、そういう、まあまあ、飛び道具的なこともあるんですよね。で、まあなんでそれはですね、本当ライブスタイルによるんですけど、私は家の中でゆったり弾くスタイルなんですという方は、もちろんピックアップなし、でも全然もうバッチリ OK で、まあ値段も少しね、ピックアップついてる方がもちろん高くなるんで、その辺もちょっとご考慮いただければと思うんですけど、一つここで皆さんにちょっとお伝えしたいのは、音ですね、音。一番いいのは、ここの音を人間の耳で聞く音が一番いいです。で、その一番いいんですけど、まあ、さっきのね、ハワイのあの人の話じゃないんですけど、もう多くの人に聞かせようと思ったら、ちょっとここだけの音聞こえないから、それを拡大するという意味のことなんで、音色のいい悪いで言ったら、生音が一番いいですからね。これね。で、そしたら、あと静かなところであれば、このいいマイクでですね、本当に歌うマイクとかでこうやって、音を拾うのも全然ありですので、まあなんでこのピックアップはですね、もう本当にいろんなスタイル、プロの中でもこのピックアップをつけてる人とつけてない人いっぱいいます。はい。ギターの世界でも本当そんな感じなんで、もし試したいな、今後アンプとか繋いで、なんか冒険してみたいなという方はピックアップついてる方がね、後でつけるのが結構大変なんですよ。なんで、ついてた方がまあまあ、いろいろ可能性はあるかなというような感じですけど、必須ではないかなという感じがしますね。はい。例えば、バンドの中で、ドラム、ベース、ギター、そういうバンドの中でウクレレを入れようと思ったら、あった方がいいですよ。もう他の音量と大音量にこのウクレレの生音とかマイクで拾ってももうどっか行っちゃうんで、そういう方はもうバンド内で使おうと思ったらいるとか、そんないろいろなことありますけど、一応ピックアップっていうのは、音を拡大するためのマイク、がここについてて、ここでこう拡散できるということで、じゃあちょっとね、どんな感じなのか。今、ギターアンプにつなぐ、うちちょっとギターアンプしかないんで、皆さんにシェアしてみたいと思いますね。それでは行ってきます。はい。はい、そういうわけで、僕のギターアンプがある、場所まで移動してきました。これね、エレキギターアンプなんで、ちょっとこのウクレレのアコースティックの音のアンプとはちょっと違うんですけど、でもまあ、ニュアンスはわかるか、わかっていただけるかなと思って、いつもだからこのエレキギターをね、ここにさ、もうここでよくギター弾いてるんですけど、今日は特別編でこれやってみましょう。まずこの、ケーブルをですね、ここのね、ピックアップここにあるでしょ。ここにこうやって入れるんですよ。これだから、ストラップピンも一緒になってるから、よくね、考えられてるなって感じなんですけど、はい、こんな感じで、コード入れて、こっちの電源をじゃあ入れてみましょう。はい、入れました。そうするとですね、これ、エレキギターアンプなんで、ちょっとね、アコースティックの音にちょっと向かないかもしれないんですけど、まあ一応音は出るということで、このアンプはね、真空管を使ってるやつなんで、ね、温まんないとちょっとこれね、音が出、今温まってきてる。こんな感じだね。はい。今はね、リバーブといって、これ、エフェクターといって、効果音をちょっとこう、リバーブだけはこうつけられます。ちょっとつけてやると、ちょっと弾くと。このエレクトリックのこのね、音を伝わってここで拡大してる音、またちょっと違うんですよね。ちょっと消してみようか。そうするとどうなるか。今消しました。そうすると全然違うでしょ。アンプを通すと今入れましたよ、ボリューム。はい、こんなような差があります。だからこれボンボリュームを上げてったらどんどん大きくなるわけで、こんな、大きくなります。はい。で、これ、音を拡大できるというのがこの利点なんですけど、はい。あとね、このね、モジャクの設計したこのピックアップは、このボディの表面の木のね、この響きをね、捉える、音を拾ってくれるので、このボディを叩く、このボディヒットの音もすごくよく拾ってくれるんですよ。これが結構よくってですね、その奏法によっては、こんな風にボディを叩いたりとか、あとこんな時もすごくこうしっかりこうカツカツというボディの音も鳴ってくれるというのが特徴でございます。これがピックアップということで、でちょっとまあ遊びの話としては、遊びですよこれ、あんまり進めないけど、ちょっとこうエレキギターのアンプなんで、これはね、
こんな感じでエレキみたいなのもできるかなとか、はい、そんな感じでね、このピックアップをつけてこうコードに挿して、いろんなこのアンプじゃなくていろんなものが出てるんですよ。ガズレレでもですね、いずれこのガズのわがままウクレレにぴったりのウクレレ専用アンプをリリースしたいなと思って今いろいろ動いてるところなんですけど、まずはこういうことができる可能性があると。はい、でこのギターアンプだったり、今カラオケボックスに行っても楽器をねさせるジャックがあったりするらしいですよ。なんでそういうところでも一応使えるかなというふうに思いますんで、これがこんな風に使うんだよという、まあ、デモとして、今日はギターアンプ、私のエレキギターアンプでちょっと恐縮ですけれども、アコースティックギターアンプの方がきっとすごく良かったりするだろうな、まあ、今度そういうね動画もちょっと特集しようかなと思ってるんですけど、はい、今の段階ではこんな風にしていろいろ音を拡大できるということのシェアでございました。それでは先ほどのスタジオに戻ります。いかがだったですか。あえてちょっと遊べる、これがまた一個の価値かもしれないですね。これどこで使うかって言われるとちょっとねピンとこない方もいるかもしれないんですけど、僕もね自分のライブの時はこのピックアップを使うとか、そのあともう一個さっきも言ったみたいにここにマイクを当てるっていうのも、その現場によってちょっと変えてます。マイクで拾った方が音いいっていうところもあるんでね、それはこうなんかいろいろプロの中でもいろいろ迷うところでございまして、はい、皆さんもそんな中いろんなことを考えるのもまあ楽しいことなんです。ピックアップがあるない、そういう違いがございますということで、はい、じゃ次の質問入っていきましょう。次はですね、このガズレレのね、ガズのわがままウクレレのもう一番の特徴であるフレット数、これフレット数ってなんか何フレットがいいんですかって話ですね。これはですね、まあもうほんとざっくり言うと、このソプラノウクレレだったらこれね10、11、12フレットが基本なんですよ。はい、でこれがまあ本当にスタンダードなもの。そしてソプラノだとね15フレットか7フレットかを選べるってことになっています。ちなみに7フレットっていうのは最近ガズがよく使ってるこれですけど、これ見てここにフレットがないじゃないですか。これは何のメリットがあるかというとですね、メリットというのはですね、何ないのっていう、それだけです。はい、私はですね、ガズレレスタイルでは弾き語りがメインなんで、もうほとんどねこう7フレットまでで終わっちゃうんですよね。だからこっちはあんまり使わないから、なんか使わないならないで、なんかこれがこういうのが一個なんか面白いなと思ったんですよね。だけどこれも面白いんですよ、このフレットないとこでも遊べるとか。あとやってみて分かったのは、ここでね弾くときにフレットがないから、すごくこう爪とか指がねいい感じでスライドするんですよ。だから弾き語りメインの方は7フレットでも面白いなという価値観ですね。やっぱり僕は天の尺じゃないんですけど、やっぱちょっと普通じゃないね、なんかちょっとこうひねりを聞いた、そんなのが欲しい欲しいと思ってて、今回これをリリースしたということなんですけど、まあまあそういうわけでございます。でもね、こういうフレーズがあったりするんですよ。ちょっと聞いてて、クイーンのこの曲、まあまああるでしょ。あれはもうここフレットないと、これ12フレットと10フレットとか使いますからね。そういうのとか、例えばソロウクレレといって、コードと一緒にメロディーを、こんなような、まあいろいろもうそれいろんなことをやるときにはこっちまでフレットがあった方がいいよという、ソロウクレレをやる方はまあ15フレットないしは12フレット、まあ15フレットあった方がいいのかなということで、いろんな可能性を含めてですね、15フレットというのを、選べるようにしております。だから何にもわからないという人はこの12フレットがこれ基本中の基本です。そしてガズさんみたいに弾き語りのコードを弾いて歌しか歌わないから、こっちはあまり必要なくて、しかもなんか面白いなとかいう人はこの7フレットが結構面白くて、でここにねなんかほらステッカー貼ったり、なんかメッセージ書いたりとか、そういうこともいずれなんかマーク入れたりとか、そういうことも自分でもできるし、まあガズレレでもなんかいろいろ可能性を考えてます。ここなんかいいスペースだもんね。あと案外ストロークするときにこのフレットがないから、こうさっきも言ったけどいいよねということが、この7フレットの特徴としては浮かび上がってきましたということですね。はい、そして、さっきも言ったみたいにこうメロディーをこういうソロウクレレ、ソロウクレレみたいなのやりたい方は15フレットあった方がいいのかもしれない、いいでしょうね。なんで欲張りな方は15フレットの人いたら間違いないよね。どっちにしても全部できるわけですから、はい、そんな風に思います。なんで15フレットまで選べます。ソプラノは15フレット、12フレット、7フレット、この3つから選ぶ、はい、それをスタイルですね、選んでいきましょう。そして、コンサートウクレレは逆に7フレットは今はちょっと用意してなくって、今ここにあるの12フレットですね、5、7、10、12フレットと16フレット、
こっちがね、ちょっとここネックがない分16フレットまで取れるんですよ。なんでこれも今と同じ理由で、主にこうあんまりこっちの弾き語りっていうかのね、ソロウクレレ、こういうメロディーを弾かないんじゃないかな、私はという方はもう12フレットあれはもう十分でございましてですね。でも将来もしかしてこのやるかもしれないよという方は、今もやってる方とかね、16フレットの方が、まあまあ、ありますよね。後で足すってことはもうこれは不可能ですんで、そういうふうなことになっております。なので、わからない、よくわからないよという方は、逆に、フレット12以上が、両方ともおすすめかなというふうに思いますけれども。はい。あと、この機会を借りて、あと、よくある質問をもう一個、お届けしたいと思いますけど、あ、もう2個だな。ロージーゲンっていうのがあるんですよ。ロージーゲンって何って、ちょっと前に解説している動画あるんで、ここに行ってもらいたいんですけど、ロージーっていうのは、ここの、4弦が、この音なんですけど、これが、ね、でん、でん、でん、どーって、低いの音が出るということで、その弦は張れますかとか、その仕様はありますかという質問が多いんですが、ロージー仕様は、今の段階では、ガズのわがままウクレレでは用意しておりません。そしてですね、ロージー弦を張りたいよという方は、ご自身でここにちょっと加工がいる場合があるんで、まあ、よっぽど自信がある方はなんですけど、まあ、お近くの楽器店様などに持ち込んでいただいて、ロージー弦の張る、ことをお願いするのがいいかなというふうに思います。ロージーという、弦を張ると、またね、世界観がまた変わると思いますんで、ひとまずガズレレの今の段階としては、G ラボとしては、ロージーの設定はございません。はい。ここで告知しておきます。あともう一個、左利き用ございませんかという質問があるんですけど、こちらもですね、現段階では左利き用、レフティはね、用意ございません。まあ、左利き用はですね、もうちょっと工場でいろいろこう安定してきて、いろんな余裕が出てきたら、将来出したいなとは思ってるんですけど、今まあそういうことでね、もう本当に姫の工場の改革はもう毎日進めてる真っ只中なんで、ちょっとお待ちをいただくかなというふうに思います。はい、そういうことで、ガズのわがままウクレレをちょっと駆け足でご紹介したんですけど、もう一回確認、大きさとしてはソプラノサイズとコンサートサイズがあります。はい。そして、ピックアップといって、ここにコードが挿してアンプにつなげられるものが付いているものと付いてないものがありますと。あともう一点は、コンサートウクレレであれば、12フレットと16フレットという、このフレットの数、フレットってこの銀の棒ですかね、が選べまして、ソプラノウクレレですと、基本である12フレットをはじめ、ここにあるような7フレットウクレレ、これはだからまあそういうさっきも言ったような理由で7フレットなんですけど、ここがツルツルで、ね、弾きやすいとかあります。あともう一個は、12フレット13、14、15フレットまである、もうハイフレットまで、あるよという3つがソプラノでは選べますということで、この中からセレクションしていただくということになってますかね、そのホームページ内で。そしては事前予約注文いただくということになっております。何回も度重ねないですけど、ガズのわがままウクレレのことはこのページでちょっといろいろ確認してもいただいて、そこの中にもね、ホームページもいろいろ詳しく、どんな木材使ってるか、この作りのこだわりもすごいんですよ、これ。本当によくできてるなと思って、なりがいいようにすごくいろいろ考えられてて、オール単板、オールハンドメイドですから、全部手作りです。これ手間がかかるんですよ、これ。でも、だからこそね、このサウンド。あと、いつも言ってるんですけど、このペグのここも木じゃないですか。ここから作ってるんですよ、Gラボでは。ここの木のね、ペグも使ってるとここ結構触るから、ここの色の変化とかね、このね、この経年変化が楽しめるんですよね。で、まあ塗装もですね、見てください。引き込んでるとこう、艶が出てくるとか、よく使うところはですね、こう艶が出てくるんですよ。これ使わないとこはこのね、ちょっとこうマットになってて、こういうね、当たるところが、これがまたでね、使い古したジーンズとか、レザーみたいな、そんなニュアンスになると、音もだんだんね、こういう楽器って育ってくるんで、どんどん音も育ってくる。どんどん弾いた方がいいですね。はい。あとはその原稿とかすごくこだわって弾きやすいようにして、ベトナムでモジャ君はじめもう G ラボスタッフ一丸となって制作しておりますので、ぜひともこのガズのわがままくれ、引き続きよろしくお願いします。はい。今、ただいまだと、事前予約注文販売できるようになるんですけど、次の今ね、ご注文いただいているやつは来年のね、ちょっと2月後半という、かなり先になっちゃって、ちょっともう心が痛いっていうところもあるんですけど、やっぱり、ね、コロナの影響もやっぱあるんですよね。そのベトナム、ま、もそうだし、流通もちょっといろいろね、ベトナムに来るプッパーツのやつとかもいろいろありますし、あとね、もう一個は来年になるとね、春節、ベトナムにもね、こう旧正月みたいなテトって言われてるのがあって、それの影響もちょっとあるっていうか、まあ、ないようにはないと思うんですけど、一応ね、お伝えしておくということなんですけど、そういうわけでガズのわがままウクレレ、引き続き、よろしくお願いいたします。ガズレレ YouTube 毎日更新してます。皆さんもね、楽しく音楽やっていきましょう。楽しい音楽に楽しいウクレレ。はい。でもまあ、ガズのわがままウクレレ以外にもね、世の中もたくさんウクレレがあるんで、いろいろ選んでみるのもいいと思いますけど、まあまあ一個その中の選択肢にこのガズのわがままウクレレも加えていただければと思います。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら、バイバイ。